邪魔をしないで。この空は終わらせない。俺がいる限りね。そっと邪魔邪魔甘いよっと。でもかかってきなよ。どうじゃどうじゃ。邪魔邪魔。そっ甘い。耐えられるかしら。勝機を見出せ。邪魔邪魔さあ甘い。そよっと本気を見せてやる。その魂に刻め。パラダイスロスト。まだあるよ。この空は終わらせない。俺がいる限りね。そっちどうじゃ。邪魔邪魔。そっそっそら。終わらせる。燃え尽きなさい。こんなはずでは。する七星の輝きをグランスタリン。何だわ。これが空の民の思い。空の果てまで導いて。蘇りよって。あなたたちが攻撃と呼ぶものは言ってくれるぜ。だがな。はい。団長さんは創生神の書をついに読了しました。力か。へえ、こいつはすごそうだ。これが創世神の。あの力はまさしく懐かしい補助だな。見せてやれよ
伏殺しを。フェニックス、感じますか？因果を超えて叶えた完絶の神器を。その力は、この気配知ってる。神だ。見よ、この大いなる神器こそ創生神の力。6000年ぶりに。決着の時よ。邪魔よ。絶望させて燃え尽きなさい。なんて忌々しい力。この戦いはここで終わり。これが太陽の力よ。再びこの力を味わうことになるだった。ひるんだ。こいつでとどめだ。ぬざぬざ受ける必要はないわね。神の力だそうだ。懐かしいな、フェニックス。お前と俺の宿敵を思い出したろ。油塗り一瞬しか持たない。さあ、俺ごと撃て。全員伏せろ。伏せてください。これほどの威力とは。爆風で吹っ飛んじゃった子結構いる。みんな捕まえてあげて。仕方ないのじゃ。イーリアに感謝するのじゃぞ。皆さん、まだ伏せていてください。フェニックスが深手を追っている。し、まだ生きていたか。団長、聞いているぞ。さあ、追い打ちをかけるんだ。待ちた。なんだ。フェニックス、ここは引いてもらいたいものだが。何言ってんだ。忘れてはならぬぞよ、人の子よ。伏殺しの力を持つ創生神でも
ここから先も戦い続ければ、多分空の世界ぐちゃぐちゃになる。徹底的に殺し合わねばならないほど追い込まれた理由は、フェニックス、得意点は六竜が観察している。その言葉を信じろというのね。その通りだ。しかしながら、もしこの提案を拒否するというのであれば、我ら六竜、神の力を宿した得意点とともに。わかったわ。終わった。結構結構。団長、それが条件というわけね。でも私、どういうこと？それじゃあ油メリ。フェニックス、何のつもりだね。もう済んだわ。あとはアブラメリンに選択肢を与え。メリン、大丈夫？この岩はまさか。ああ、岩ではない。なんとも奇怪なことぞよ。何なんですか？それは爪なのだよ。創生神の爪よ。創生神の爪？その神の爪が私を引き裂き、この爪が、この6000年もの間ずっと私の体に刺さっていたわ。神は爪だけになっても私を殺そうとし続けていたみたいね。創生神の爪ということは、死ぬわ。そんな、約束は守ったでしょ。くそ、それなら俺様が体を、ま、で、メイン、このまま行かせてくれ。なんで、どうして。選びなさい、アブラメリン。選ぶって何なんだよ。念じれば心の中で会話できるわ。再会できて。フェニックス、次に私がメリンと出会えるのは、輪廻するということはまた生まれ変わるんでしょ。計算では25,000年後ね。2万。ではまた会おう。25,000年後、今度こそ一緒に生きて。おい、逃げられたか。血を狙っていたんですね。お前たちと会うのもこれが初めてだな。原初獣メイガスはフェニックスの涙によって蘇生したのだろう。だとしたらどうする？私を八つ咲きにして調べてみるか。無駄だな。フェニックスの涙は
ゆえにこいつを調べたところで、そっけない態度だ。お母さん、まあお前たちに興味などない。待て、どこへ行くつもりだ。ふん、それはこちらが聞きたいわ。現代の空の世界のことは全くと言っていいほど知らない。安心しろ、空の世界をどうこうするつもりはない。何？私のことよりも今はそいつをどうにかしてやったらどうだ。アブラメリーさん、6000年生き抜いたんだね。で、おいサブリナ。サブリナ、メリンだよ。選びなさい、アブラメリン。フェニーを生き返らせろ。それでいいのかしら。私はファルハナにお礼をしたわ。でもまだあなたには何もしていない。これが神を倒したあなたへのお礼よ。俺は何もいらない。なぜ？6000年の大半を俺はずっと苦しみながら、だけど娘を生かすために死ねるなら、お前に感謝することだってできる、ファルハナ。いや、わかったわ。フェニックスの涙から記憶が伝わってきたんだよ。メリー、生まれ変わり神秘です。何らかの細工をしたわけではなく、あの子に気を取られている間にメイガスが姿を消してしまった。注意する必要はありそうですね。どうした？フェニックスの目的は結局第二次白雨戦争では、メイガスはそう予測しました。でもフェニックスはテレパシーを使えたそうです。つまり創生神の力を再現する計画を聞かれていた可能性があり、なのに彼女は妨害しなかった。まさか自殺願望は本当だったとか。古代の女剣士ファルハナとの約束を守ることが目的だったのかもしれないと思い。バカ、一人の空の民のために。会話すると感じるんですが、フェニックスは生命体として空の民との約束と、この騒ぎは彼女から見れば同程度の概念に移るのかもと。死を望んでいたアブラメリンさん、再会を望むファルハナさん、結果として彼らの望みは全て叶っているような。フェニックスはフェニーを軽んじていたはずでは。そうでもなかったのかもしれません。ひょっとしたら彼女もかけらを我が。アブラメリンは死んだ、フェニックスが殺したんだ。でも彼が生き続けていた場合、数十年経てば妻と娘はきっと亡くなってしまうでしょう。フェニーさんに至っては残り5日の命だった。いずれにせよ彼はきっと今度こそ本当の孤独を生きることになったはず。彼女がずっと創生神のかけらを体に刺したままにしていた理由も。まさか3人を再会させた上で、なぜ6000年前からそれができる。予知ではなく予測らしいです。予知じゃないわ。私は目に見えている事象を計算して、枝から抜け落ちた枯れ葉がいずれ地面にたどり着くことはそれと同じことよ。1億年ほど生きれば誰でも身につけられるわ。試しようがないんですけど。それが事実だとすれば、諦めたまえ。本当のところは我々には理解できまい。ルオー、そうですね。仮に何もかも彼女の予測の中にあったとしならば、己の意思によって行動すべきだ。その通りだな。死んだのか、アブラメリン。何を。なぜかこうするべきだと思った。メリンに
こやつとも長い戦いだった。何度殴られたかわからぬな。やっぱりアトッちゃんとアブラメリンは犬猿の仲良しだったね。寂しくなりますね。ありがとう。そうか、牧者たちがアブラメリンさんに祈りを。聖少獣も。これからどうする？天使長サンダルフォンか。結局牧者にはそれしかない定めよ。聖少獣の生き方は多様化している。生き方に迷ったら俺を尋ねろ。覚えておこう。バイバイ。力になれるかもってサンダルフォン。そこまで具体的に考えてはいなかったが、だが聖少獣を惑わせておくのは空の世界にとってもあまり好ましいことではないからな。聖少獣の転職支援、天使長の新しい仕事にしたらどうだ。例えば、そうだな、あそこに聖少獣を呼べというのか。道に迷ってる聖少獣が面白いんじゃない。そういえば、そっか、そうなんですね。というのが、陛からの報告と矛盾しない。感謝する、シエテ。いえ、私も今回の件では。君が気にすることはない。しかし話を聞いて、息子はおそらくフェニックスの涙をもらうつもりだったのだろう。王妃を、あるいはフェニックスからそう持ちかけられて。それは考えられますね。人は必ず死ぬことを。それなのになぜ人は今も他者の死を悲しむと思う。なぜでしょうか。残された者同士が分かち合うためだ。つまり生きている者は他者と死の悲しみを分かち合い、強い者と弱い者も分かち合える。何も戦う必要などない。勉強になりました。国外追放とした。寛大な措置かと思います。私はサブリナを昔から自分の娘のように思っていた。シエテ、どうかサブリナに目をかけてほしい。はい、でもご安心ください。そうだな、まだ会場に残っています。さて、みんなでお片付けしましょう。フェニーも頑張るよ。何でも言ってほしいんだよ。ま、ありがとう。フェニーちゃん、寂しくないですか。大丈夫だよ、サブリナすぐに帰ってくるって言ってたから。あの聖少獣フェニックスは、言われてみればあっちの方がこの島に定期的に現れた理由が。ここはメリンとファルハナが住んでいた町だからだと思うよ。え、そうだよ、ポートブリーズって名前じゃなかったと思うけど。興味深い話だわ。じゃあもしかして3人が暮らしてた土地ってことは、ポートブリーズはそれを崇めていたということですか。おいドランク。はいはい。歴史ってのはこ、あらクリス、こんなありさまじゃどこにいようが構わないさ。手伝ってくれて礼を言う。みんなでお昼。そうよフェニーちゃん、はこんなにたくさんでお昼。あっ、アブラメリン君、君は男の中の男だよ。君は、俺も君のようになりたい。ベー、リッチーパイセンからラ、こういう共同作業の時って。リッチーパイセン、どうしたんだい。この辺りの片付けは。リッチーパイセンはあっちの方お願いできますかね。テレーズちゃんとかとです。君たち、そうか。まあ予想以上に会場レッサン。フィー、確か用事があるとかで気空団を離れていたんじゃ。講演祭が大変なことになったという話を聞きと。あら、あちらの方はまだ手つかずですわね。あ、うん、参りましょう。あ、テレーズスラミー。
美味しい。君があの日ここを訪れた時に焙煎していた豆だ。サンダルフォン様、私反対する理由などないが。言わないでください。ルシフェル様の見印が本当はどういう状態にあるのか、きっとそれはサンダルフォン様だけのものであるべきだと思うんです。私はフェニックス以外の方法できっと他にもあるはず。アブラメリンさんとファルハナさんみたいに。わかった。それならば、それで君はこれからどうする？こんにちは。すごいですね、団長さん。創生神の力を宿して。俺様のおかげだけどな。カリオストロさんが負荷を肩代わりしなかったら全身がバラバラになっていたか、あるいは数十年分年を取っていたかもしれませんよ。そっかねえけど、これから強いやつが出てきても。いや、あれは私のセファーラジエールがあったからですよ。だからいいじゃねえか。はい、ラジエールさんは私がいいんですか、私がこの気空洞になんて。ここはそんな奴らばかりだぜ。そうなんですか。でもラジエルさんがいたからルリアさん。でもあの創生神の力は自在に引き出せるものではないんですけど。当たり前だ、こいつにあんな無茶をそう何度もさせられるか。まあ細かいことはいいぜ、オイラたちと来ればいいだろう。いや、よろしくお願いします。俺からもよろしく頼む。フェニ、気空団どう？みんな優しいんだよ。900年で6000年を飛び越えるとは。それにサブリナもすぐに戻ってきてくれた。6000年前の世界から生まれ変わってきたとは。俺もまだ少し実感が伴ってない部分はある。だが無理にかつての記憶を探っちまおうとするのは人格に支障をきたす可能性はある。力に？人生2つ分の経験だ。そんなものなるようになるのじゃ。いや、サブリナ、もしかして。今はその話はやめておこう。わかってるよ。なあなあ、フェニックスはどこに行ったんだ？どこということはない。彼女に行けない場所はなく、それこそイスタルシアへも。イスタルシアへも？考えるだけで途方に暮れちまうぜ。今はどこを飛んでいるんでしょうね。フェニックス、たまには会いたいんだよ。あら、おかしなものが見える。鳥だ。宇宙空間で羽ばたき、あれは予兆か？ん？うわ！え、あれ？フェニックス？ああ、声もかけてもらえないなんて。でも、そっか。あれはフェニックスか。いきなり現れたかと思えば、しかし試してみるか。お前に習う。
神秘の天使ラジエルです。よろしくお願いします。あなたのことをラジエルの書に書いてもいいですか。サブリナはいいやつだよ。仲良くしてあげてくれる？